皆さんこんにちは。プロレーサーそしてテストライダーの丸山裕です。この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する、そんなコンセプトでお送りしておりますが、今回はですね、先日6月8日にスポーツランドスゴーで行われたヤマハ R シリーズのオーナーズミーティング、こちらはですね、ちょうど R6 が誕生20周年なんですね。その前の年は実はですね R1 の誕生20周年で、1年遅れて出てきた R6 の20周年記念イベントとして R ミーティングにですね、私が行って、今回はですねメインテーマとなる R6 の開発者たちにですね、あれやこれやとですね R シリーズの検討についてですね聞いてきたんですよ。まず最初はですね R6 の生みの親である三輪さんにですね、開発者の三輪さんにズバッとまずコンセプト聞いてみたんでね、ちょっとお聞きください。 R6 は一言で言うとって難しいこと言いますね一言で言うとですね、やっぱりエンジンを使い切る、高回転を使い切って楽しむバイクっていうのが当時考えてたコンセプトですね。はい、はい、何のために高回転そんなに回したいんですか？いやいや、何のためじゃなくてですねR1 を開発してる時にすでに600cc はやらなあかんやろうという考えはありました。でその時にやはり2つの 1000cc600cc っていう前にサンダーエースサンダーキャットってあったんですけども、はい、あの時私もいろいろ考えてたんですが、やはりそれぞれの特徴っていうのをやっぱりどこに出すかっていうのが一番大変だったんですね。でシチュエーションはやっぱり一般論、当時はセカンダリーってヨーロッパのその普通の道をとにかく自分自身がバイクと語り合いながら走れるっていうのはどういうことなんだろう、 600cc があるなら 1000cc はこうだろうっていうことで R1 が逆に研ぎ澄まされていくっていう感覚があったんですね。トルクでこう走るっていうバイクにこうして、はい、トルクで走ってコーナー寝かしてトルクで立ち上げてドンといくっていう感覚、逆にあった、はい、で一方でも R6 っていうか 600cc はもうこうエンジン回転高回転をキープしながらこうコーナーを駆け抜けていくっていうイメージはすごく最初に強く持ってました、うん、それは三輪さん自身もやっぱり走り込んでたっていうことですか？そこまでじゃないんですけど一応テストコースとかでこう走りながらとか、やはりヤマハのメンバーってみんな結構走って考えるっていうタイプなので、こうどこが面白いのかなって考えた時にやっぱりエンジンを使い切ってるっていう感覚がすごく出したかったっていう思いがありましたね。なるほど、はい、さあ当時のですね、三輪さん、これは R1 の開発も R6 もやっていたんですが、当時オーストラリアとかで試乗会をやっていて一緒にね走ったことがあるんですが、まあよく本当に走る、自分自身で先導全部やりましたからね、フィリップアイランドにも行ってテストはしましたし、その中できちんと R1 と R6 の役割を分けていた。 R1 は当然のように排気量があるからトルクで走らせるマシン、じゃあ排気量が少ない方はどうだって言ったら、やっぱり回す楽しみ、これはねライダーだからこそ思うところなんじゃないかなと思うんですけど、回しきる楽しみって一体何だろうっていうのをね、この後また紐解いていくんですけどね、次の映像をちょっとね見ていただければと思います。チーム全く別なんですよ。でお互いのことあんまり口も聞かなかったっていう感じ、喧嘩してるわけじゃないんですけど、それぞれがそれぞれの考えでこう突き抜けていくような感じで開発をしてもらってたって形です。チームが違うんですから、はい、全く違うものができてもおかしくない状態で進んでたんですね。コンセプトがさっき言ったように違うので、はい、全く違うものになって当たり前だと思っておりました。はいはいはい、そうしたかったです、うん、よく喧嘩しなかったなって、喧嘩してますよね多分。いやいや喧嘩はないと思いますお互いに無視してたっていうか無視したってすごいことが出て会話はあったと思うんですけど、はい、はい、技術的なこう会話はあったと思うけど、やってる時に何考えてるかとか、そういう困りごとなんかその辺はあんまり交流はないようにある意味させてましたね僕は。なるほど、もう自分たちに集中してくれっていう感じで、はい、自分たちのこうプライドで作っていったものが、まあどっちが勝つかっていうことですよね。はい、さあここで R1 と R6 をですね違うチームとして、並行してやらせていた。喧嘩してないっていう意味にもちろんね会社の中であると思うんですけど、でもねある意味このプロジェクトリーダーが喧嘩ではなくて会社の中に同じライバルを置いた R1 チームと R6 チーム、このライバルを用意したことによってお互いが切磋琢磨して、良くなっていくっていう、これ結構すごいなと。ライバルチームを会社の中に作るって、他のメーカーではなかったっていう雰囲気なんですよね。これがね、僕にとってやっぱり面白いなと思いますし、この中でね、やっぱり重要だったのは、ライダーがね、一生懸命この重い、排気量がなかったら 600cc の楽しさは一体何だろう。排気量があるんだったら、R1 の楽しさは何だろうっていうのをね、ライダーの思いがね、一生懸命その、反映してお互い自分たちの武器は何だっていうのをね作り上げていったっていうようなのがですねちょっと、面白かったなと思います。さあ続いて2003年に登場した R62 代目、こちらの2代目ではフリーピストン FI、 ちょっと難しい言葉なんですけどちょっと絵を見てください。フリーピストンっていうのはねここの部分のことを言うんですけどね、スロットルバルブインジェクションに対してフリーピストンがある。こちらを採用するにあたって、島本さんの方からね面白いコメントがあったんでちょっとこちらをお聞きください。これずっと多分 R シリーズに脈々と流れるもんだと思うんですけどね、実験ライダーの立ち位置が多分 PL より上にいるんですね。プロジェクトリーダーは実験のライダーのしもべとして一生懸命働くっていうぐらいに、その彼らのコメントがもう絶対ですよね。いやそうだと思いますよ。ドラビリにしても操縦安定性にしてもいかにその実験ライダー要は人間の感覚を一番フィットさせるようにするかっていうのがその、RDNA っていう話がね出てくると思うんですけども、ずっとそこに流れてる一本通ってるものが R25 からもう R1 まで、おそらくそこが一番大事なDNA のポイントじゃないかなと思いますね。はい、さあここで大事なポイント、RDNA っていう言葉が出てきましたよね。 R シリーズの血統につながるものなんですけど、R25 から R1 まで流れているものの中に、ここでねやっぱりね一番ポイントになるのはライダー、実験テスト、私もテストライダーですけど、実験テストライダーがなんとそのね開発の PL とかよりも上なんだよ。これね会社の中で役職的には絶対にPL の方が上だと思うんですよ。でも実験ライダーとかの言うこと絶対なんだよねっていうことをPL のね人たちも言ってる。だから俺たちしもべなんだよなっていう言葉が出てるのは意外とね、ヤマハらしいなっていう感じがするんですよね。さらにね FI、そのフリーピストン FI についてね、開発技術の方からも、こんなコメントをもらってます。先ほどフリーピストン付きで作り込んだとおっしゃってましたけど、コントロールする側からするとあんな厄介なものなくて厄介だったのはいどうやってどう動いてるか何にも情報が入ってこない、勝手に動くんで電気的にはどうなってるかさっぱり分かんないで、しかもドラビリの作り込みでちょこちょこ変えていくんですよ。そのたんびにこっちはきっとこうやって動いてるに違いないって想像してコントローラーを調整し直してからいけないんですよ。なんで僕にとってはすごい厄介なものでしただけどやってみるとライダーの方から全然良くなったっていう話を聞いたんで、もうやる価値があったんだなって思いますね。そうなんですね。計測したデータとかそういうのを分析すると何にも差がないんだけど、ライダーからは歴然と差があるさあ電装設計の赤塚さんかな、どう考えてもなんか理系な人じゃないですか。数字に置き換えないと多分嫌なはずなんですよ。だけどこれねこちらねスロットルバルブはもちろんねアクセルスロットルに対して動いてますけど、インジェクションは電気的な、数値に置き換えて噴射する。だけどプラスフリーピストンっていうのは吸気負圧によってエンジンの出力が欲しがる分キューッと縮まってねスロットルバルブを上げるわけですよ。そうするとここね電子制御コントロールじゃないんで数値に置き換えられない。後で開発陣がね引っ張ろうとしてもどのぐらいガソリン吹いてるかは出ると思うんだけど、どのぐらいスロットルが空いてるかを分からないって言ってるんですよ開発者が。それをライダーはいやーこのドライバビリティいいよ素晴らしいよって言ったらああそうですかみたいなこれね俺開発の理系の人はね嫌だと思うこういうの。だけどそうしないといいものができないっていうライダーの立場をね、すごい重んじて、こう理系の人がね、数字に置き換えてください。いや、いいんだからいいじゃねえかみたいな形をですね、わかりましたみたいなね。ここで私はね、やっぱりライダー本位のマシンが出来上がってきてるんじゃないかっていうね、赤塚さんには申し訳ないんですけど、ライダーを立ててやっていく、本質がね、現れているような気がしますよね。この言葉にね、ちょっと弱い。でもだからこそ、ライダーが喜ぶものができるみたいなね。そんなところをちょっと見てみました。さあ、3代目の2006年型 R6、こちらでですね、電子スロットル、手で開けてるのをワイヤーじゃなくて、電気的に置き換えてスロットルを開け閉めする。これってね、二輪でできたのも、R6 からじゃないかなと思うんですよね。ここでね、また赤塚さん登場するんですよ。ライダーに悩まされていた赤塚さんがですね、こんな説明をしてくれてます。見てください。3つつけるよって言った時に反対する人はいなかったですけどね。CPU いいじゃんっていう感じでトリプル CPU っていう名前ここに書いてありますけど、そうですね、本来1つで済んでたものを3つつけなければ動かなかったってことですか？先ほど話に出たように、もう電子制御スロットルって4輪の世界では結構当たり前になっていて、であちらの世界だとそれでも2つは使ってるんですよ。なんだけどやってみて分かったんですけど、4輪の処理スピードだと、もう人のフィーリングには、バイクにしちゃうと人のフィーリングに全然合わなかったんですね。10ミリとか10ミリセカンドとかっていうオーダーでやってってると、もうライダーの方からはもう話にならんとダメ分かった、じゃあ1桁下げてやると言った時に、もうじゃあもう1個いや2つつけようと。なるほどね。もう電スロは電スロ用にもう2つ専用のやつ乗せようと、いうので、もう3個乗せるっていう決断をしました。もうみんなそうだよねっていう感じで満場一致それ満場一致でもどっか上のもっと上の方から、いやそれは無理だろうっていう のもやっぱりあった。いや少なくともコストでそんなこと言われたことはないよ。使いたい放題なんですか、ヤマハさんってそんなことはないですけど、そんなことはない。やってみたら4輪よりもいいものをもう作らなければいけなかったって、これ開発期間っていうか結構大変だったんじゃないかなと思うんですよね。大変だったかというと、はい、ものすごく楽しかったんで。なるほどなるほど。楽しいと大変とは思わないじゃないですか。なかなかいいこと言うね。いいですね。確かに夜を徹してでも楽しくてできちゃうっていう。そこまでブラックじゃなかったですね。さあ、トリプル CPU という言葉が出てきました。CPU 何なのか。コンピューターですよね。よくオートバイのねシートの下にこんなブラックボックスがですね、もうちょっと大きいんですよ。ついてきてるじゃないですか。あれがCPU って言ってね、燃料噴射、特に FI インジェクションになってからは。燃料の噴射量を決めるのをコンピューターによってる。このコンピューターをですね、今まで使った FI の1個だと電子制御スロットル、ここのコントロールがこの CPU だけではいかんともコントロールできないから3つ入れさせてくれて、入れる場所もないと思うんだけど、これね1個ねパーツとかで頼むと絶対5万とか。6万7万とか結構高いんですよ、このコンピューター。ということはオートバイ1個にねそれが入るってことは2個3個っつったら本当はえらいコスト高なはずなのに、いや電子制御スロットでやるときにこれ1個じゃ全然ダメだろうって開発ライダーがいる。そうすると赤塚さんはじゃあ3つつけてやろうじゃねえかって、やっとここでね理系のね言葉が出てくるわけですよ。理系の言葉がね、どこで負けるかっていうとあれですよ、今度はね経営学ですよ。上の方からそんなコストかけられませんっていうのを跳ねのけて、いやライダーが言うんだからって、ライダー本位の会社の体質を利用して理系の人がライダーが言うんだから3つつけさせてくださいみたいなね、そんな話ですよこれ。僕としてもね、3つ分かり、1つのボックスの中にね要は CPU を3つ入れるっていう話になるんですけど、そんな大変だったんだっていうのはね、だからこそでもね電子制御スロットルができたの。今でこそ、いろんなメーカーやりますけど4輪の FI インジェクションに関しては二輪よりも10年先進んでたんですよね。で二輪が FI になって、10年遅れてるなだったんですけど、電子制御スロットルをやってる時、というのはね、やっぱり FI やった時に私は最初にね、すげえ乗りにくいなって思ってたんですよ。いろいろと、ドンつきが出るっていうね、FI だと。それがこういう努力をしてやっとライダーが手で操作して満足できるものになってったんだっていうのを、こういう赤塚さんみたいな人がね、これじゃダメだろ、開発ライダーがね、こんなんじゃ走れねえよって言ってやっとできてきたんだなっていうのがですね、私も納得ですよ。最後に赤塚さんがね、夜を徹してでも楽しかった、この言葉がねいいですね。理系の人でもね、もうやり続けたら止まらないみたいな感じをね、伝えてくれてるんでね、こんな楽しんでた話からですね、つながる、デザインのことについてちょっとお聞きしていただければと思います。スーパースポーツだとこれかっこいいよねみたいな絵をデザイナーさんが描いてて、でこれをやる前にその絵を見せてもらって、これに近いよねなんですけどね、もう死ぬほどかっこいいなと思ったんですよ、で当時アップマフラーが主流ですごく流行ってたんだけど、この後ろが尖って何もないこの抜け感みたいなのがね、これプロジェクトやってる、天野君とかこの辺のみんな思ったんですよ。もう死ぬほどかっこいいと思ってで、なんとかしたい、でそうするとエンジン実験の人間とかが性能出ないですよ、これでリッター200は難しいんじゃないですかみたいな言うんだけど、いやいやかっこいいじゃんねみたいな、かっこいいじゃんって決まりましたよね。なんとか収めてくれって形なんですかね。それを実現するために生産開始する2年も前にゴールデンウィークみんな救出してうちのフードにこもって、これをいかに実現するかっていうのを楽しくやってたよね。連結してつらかったですよ。つらかった。ほとんどノリですね、これはね。やっぱりね、こうなんつうのかな、みんなが乗りでこれかっこいいね、これでいこうよって言っても、確かにマフラーがショートタイプでね、シートカールはもう何もないみたいな感じで、エンジンの出力は出ないって、これもね理系の人が大体言うんですよ。これじゃ出ませんよ、いやだけどかっこいいからいいじゃんっていうのをね押し通すメンバーっていうね、もうライダーなんてだろうな、バイク好きじゃないとなかなかこの強引なプレーがねできないっていうね。皆さん開発テストライダーも、開発陣も理系の方も、みんなやっぱりバイクが好きで、まずかっこっていうノリ好きだな、ここな。はい。さあ続いて2008年モデル R64 代目、こちらの方ではですね、本来フルモデルチェンジなんですけど、かっこいいデザインあんまり変わってないんですよね。というところで、あまり4代目という感じがしないんですが、実はすごかったんだよっていう話をちょっとお聞きください。やっぱり、スーパースポーツって軽くなきゃいけないですし、もうとにかく軽くしたかった、でやっぱりマグネシウムっていうのはやっぱりこう新しい素材として重量を軽くできるっていうことで、もう一生懸命これリアにマグネを使ってやりましたけどね、これも R1 より先にやっちゃったよね。これも R1 より先ですね。そうだったんですね。アルミフレームがマグになっても隠れてるもんだから、よく外の人には分からないんですけどね、これね。誰にも分からないですよね。誰にも分からないけど、これをやらなければいけないっていう誰かが言い出したわけですね。誰が言ったんですかね。いやでもそんなものは R6 の方にちゃんと踏襲していた、そして R1 よりも先だったっていうのはすごいですね、やっぱりね。実は R6 からやってたっていうのが結構多いんですね。冒険をしたっていうか。ありますね。チタンバルブ最初にやったのも多分 R6 だった気がしますし、さっきのお話のように電スロもそうですし、R1 が先は可変球機だけですね。 R1 だけですよね。先やられちゃった。それはちょっと。さあここでですね、すごいなと思うのは、 R1 よりも R6 の方が先にチャレンジしている新機能とかが意外と多かったっていうのをですね、自慢げに言っているR6 開発チームと R1 開発チームで、まず R6 よくしていこうぜっていうところに、新しい技術が投入できたって意外とすごいと思いませんか。皆さん大体 R1 が全部やってると思いますよね。それをね、いや喧嘩はしてないと思いますよ。でもね、いや R1 ってこれだけだろみたいな、そんなことはないと思うんですけど、実は R6 から先にやっていた、電スロとかね、マグダイキャストとかそんなものがね、実は先行にうち R6 やってたんだよ。そんな言葉を自慢げに言ってるところがね、R6 の気合を感じるなって思いますね。可変球技が動く回転数って13,750 回転なんですね。で16,000まで回るエンジンのもう本当の上の上のところで、はい、通常使うところじゃなかなかね動かないですよね。一生だから使えないんじゃないかっていうぐらいこういやお客さんはね、うん、これ短い側を使ってるお客さん本当にいないんじゃないかなと思うぐらい感じはありますよね。さあ可変球技ファンネルっていうのがね出てきましたよね。ちょっとね絵を見ましょうね。これスロットルボディに対してエアファンネルがこのショートボディのファンネルがついてるんですね。それが上に長いのがあってこれガチャンガチャンって動くんですよね。で高回転はこのカチャって離れてるタイプショートボディタイプでも今 13,500 回転以下はこれがね下にカチャってくっついてロングファンネルになって低中速を重視という形になってるんですが、私もですね、当然のように私はですね、レーシングライダーですから、13,500 回転以上使います。だけど実際に R6 乗ってみると、大体ね、普通に6,000 ぐらいから使えるんですよ。普通にコーナー立ち上がり6,000 ぐらいから、クオーっていって、8,000 から1万回転あたりで、クオーって音がして、自分でも、おーって思ったかなり先に 13,500 回転が。とするとですよ、普段皆さん街乗りで乗ってて、多分ですね、開いてないですって言いたいんですよ。開発の方たちも多分みんなクオーって言ってておおって思ってるあたりだと実は開いてないっていうのを実は開発の人たちも言ってるというですね、でもそのね、クオーって言って最後にカーンっていうところここを確かに使わないといけないんですけど、やっぱりね使うのはサーキットかなーって思ってるんですけどね。でもこんなものを作っちゃうでこんなものをつけちゃうっていうのがね、いいとこですよね。そんな話です。さあ2017年に5代目 R6 デザインをですね思いっきり変えてきたと思うんですが、こちらの方聞いてみてください。死ぬほどかっこいいのを超えるために超えるっていうのと同時にですね、営業の方々がモデルチェンジをするときにですねもうデザイン変えてくれなくていいと。もうそのままかっこいいんでデザイン変えないで、そのまま、性能とかですね対応するとこしっかりやってくれればいいよって言われてたんですね、うん、それがデザイナーの、心に火をつけましてこの話でもすごいですね。10年前のマシンがあまりにもかっこいいからそのままでもいいよって言われることもすごいですけどね、はい、でなんとか変えたいっていう中で、うん、R1 がちょうどモデルチェンジをして新しい表情でクールな表情でちょっと無機的なデザインというところがあって R6 は少し有機的なデザインに変えたいなというところで、デザイナーはですねその超えるため一生懸命デザインを練り直しました、はい、ただですねどうしてもなかなかいい形まで仕上がるんですけどもう少し何か足りないと、はい、でデザインの中のキーワードで凄みをまとった未来感、うん、どういうことですかみたいな確かにどこがっていうのをちょっとね聞かなきゃいけないですね、はいはい、でその凄みっていう単語を、うん、どうしても最後にモデルに反映するっていうところを悩んで実は一つのキャラクターをモチーフにしました、うん、実はですね、今年画業、30周年を迎えられた藤田和弘先生という、漫画家の先生がおられるんですが、はい、その方の代表作に「牛尾と虎」という漫画があります。でその、主人公が戦うラストボスで白面のものというキャラクターが実はいましてすごいですね。今これ結構初評価というかこちらの開発員の方が初めて聞いた。知らんかった、はい、目の周りといいますか、はい、ポジションライトの周りを見ていただくといろんな方向から見るとですねいろんな表情が見えます、はい、で特に得意な顔がこちらのビューになるんですけど、はい、そういった我々としては凄みをまとって、うん、新しいデザインを起こせたっていうところで、こういったモデルをモチーフにして、はい、やり遂げたというふうに思っています。さあデザインについてですね、最後に聞いたのがなんと漫画の影響を受けたデザインっていうのをですねこの場で言ってしまうというですね上の方の人たちも知らなかったっていう意味で言うとなんかやっぱりこうなんて言うんだろう今時ですかね。と言っても私もやっぱり漫画の影響でオートバイ乗ったりしてますから、やっぱりそういうものをそのまま素直にオートバイの開発に生かすっていうのがすごいなと思いますよね。まあ一貫してね、今回 R シリーズの決闘っていう話をね持ち込んでますけど、 R シリーズの決闘って一体何だろう、 RDNA って一体何だろうっていうと、一番最初の三輪さんの言葉をね、思い起こしてもやっぱりね、ライダーがどう感じるのか、どう感じることが楽しいのかを必ず重要視してる。それこそ先ほどね理系とかいろいろ言いましたけど、数字で常にものを作っていくんではなくて、ライダーが感じるものをまず重んじようっていうのが、常に入ってますよね。だから R1 も R6 も一番最初はセカンダリーロードっていうね、ライダーが感じるその峠とかそういうところでいかに楽しめるかっていうのをやっていて、途中からサーキットでね、開発はやっぱり進んでいくんですが、サーキットで行く場合必ず数値を優先してっちゃうんですね。でもタイムを出すのにも結局はライダーが出してるんで、乗りやすいもの、扱いやすいものっていうものを常に踏襲しなければいけないから、やっぱりサーキットで開発してもライダー本位で物事を作らなければいけないっていうのを、なんとなく私はですねR シリーズ歴代ずっと乗ってきて、その開発とともにね、変わってきた内容を常にねこう感じ取る。で今回初めてこの開発陣の歴代の開発ストーリーをね聞いてみると、やっぱりヤマハのバイク作りはね理系文系ではなく体育会系だなと勝手に RDNA は体育会系のノリで来てるというですね、そんなところをちょっと感じるんですよね。まあ実際乗ってみてもね、タイムはそれこそ他メーカーと競争しながらかもしれないけれど、ヤマハの社内で R1 と R6 を使いながらどっちが楽しいんだっていうものを、まあ、ライダー本位にね任せて開発をしてきた中で、お互いがね切磋琢磨して進んできたんじゃないかな。そういう中でできたR6、新しい機能満載、開発も常に止まらないでやってきた。その中で最後はですね、漫画のノリでかっこいいじゃんみたいな、そんなノリをですね、ちょっと感じましたね。ということで R シリーズ RDNA をですね、ちょっとこの R ミーティングからですね紐解いてみました。